8月後半戦スタート。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。8月16日月曜日。はい、というわけで8月もね、後半戦、スタートしましたということなんですけれども、まあ営業終わってね、今撮ってますけれども、まあちょっとねハプニングがいろいろありまして、ちょっとね今までやってきたスタイルがもしかしたらできなくなる可能性があるというかですね、まあ今までみたいな、まあ私がねフルにやるっていうね、働くっていうねスタイルがもしかしたらできなくなるかもしれない、かもしれないというね、事態になりまして、まあどこをね削るかなっていうね、まあ今度はもしかしたらね、今までは足し算のね経営でやってまいりましたけれども、今度はどこをね、残してどこを削るかっていうね作業にもしかしたらなるかもしれないので、まあちょっとね、どうしていこうかなというね、まあこともあるんですけれども、まあまだね結果が出てないので、まあどうなるか分かりませんけれども、今日ですね、まあ振り返りますと、お弁当をね、販売しまして、まあご予約の方をね久しぶりにいただいておりまして、まあ2個ねお弁当ご予約いただいてましたので、で外で見たら雨も止んでおりまして、で気温がねまあ涼しかったんで、これもしかしたら意外といけるかなと思ってですね、まあそれでもちょっと20個に抑えたんですけどね、20個作って、無事ね完売できましたよということで、まあ、ただね、流れはねあんまりなかったかなと、まあ、結構あの車とかでね買いに来てくださるね常連のお客様とかが、いらっしゃったのでね助かりましたけれども、まあ街のねあの人の流れ的にはちょっと弱かった感じかなという印象でございました。はい、で、午後ですね、まあ、そのまま、仕込みして、夜の部ね開店ですけれども、今日ねびっくりしたのが、ここね10年まではならないかもしれないですけどね、まあそれに近いぐらいね毎年夏この時期ですかね、やってご来店くださるね、ご夫婦、旦那様が外国人の方で、奥様が、まあ、ちょっとね、関西弁じゃないですけどね、まあ日本人の方、で、まあ毎年ね、ご来店くださるんですけど、今日ね帰り際にですね、まさかのねその娘さんが某ね有名女優さんだということがねカミングアウトして帰られて、なんで今なんだろうと思ってねびっくりしましたね。はい、まあ名前をね言えば誰でも知ってるようなね女優さんのお父さんお母さんがねご来店してくださってたというねのが、今日判明しまして、まあ毎年ね1年に1度ご来店くださるね常連さん、で、ここね、まあ、10年までいかないですけど、まあそれぐらいね通われてね、まあ、また来年も、来れたら来ね、来ますよって言ってね帰られていく行かれましたけれども、あ、女優さんのお父さんお母さんだったんだなと思ってですねびっくりしましたというね、こともありましたと。でまあ基本今日ですね、あのお盆の、お盆明けの平日一発目ですので、結構ねあの飲食店もお休みされてるところはね多かったみたいで、まあご来店されたお客様結構、休んでるとこ多かったよってねおっしゃっておりましたけれども、まあうちはねあの一応今のところ休みなしで、まあ、定休日以外は休みなしでね営業する予定でございますと。で結構ねゆっくりな流れだったんですけれども、一番最後にね常連の、ね、お客様が、がっつりねやってくださって、で終わってみたら、昼夜合わせて、白星ね、ギリギリ白星で、終了ということで、ね、お盆を明け、まあ、昼夜合わせてですけれども、まあ、ちょっとね流れが悪い中でも、ね、白星ゲットできてね、大変、嬉しかったですね。ありがとうございました。
はい、まあここまではいいんですけれどもね、ちょっとね、今後のね、先行きがね、暗雲立ち込めてまいりましたのでね、ちょっとまたどうしたもんかなというね、ちょっと不安というかね、方向性をどうしていこうかなというので、ちょっと今日一日ね、ってなってまいりました。はい、まあそんな感じでね、まあ人生ね、まあいろいろありますねという感じですね。まあなかなかね、何事もなくね、過ぎ去るね日々ばかりではないなということで、まあ今後ねどうしていこうかなということをねちょっと、考え中でございますということで、もうこれ以上ね、あの時間を自分のね時間を削って、それをリソースとしてぶち込むというやり方はねもう無理なんで、もうギリギリまでね時間をぶち込んで、今までやってるので、これ以上は、増やせないのでね、じゃあねできる範囲内でやるしかないなということなので、まあ今度は削らざるを得ないなとなるんですけれどもね、まあ継続をねずっとやってきてるわけなので、まあその継続がね、途絶えるっていうのはねちょっと一番不本意なことなんですけれどもね、まあ、そこら辺をどう塩梅つけるかなというのをね、まあ、ちょっと今後考えていきたいなと思う次第でございます。はい、まあとにかくね、まあ8月、まあ今日がですね、山口県が、コロナね47人で、下関が7人でしたので、まあ先週に比べたらねだいぶ落ち着いてるというかですね、ちょっと減少傾向ですので、もしかしたらまあ季節性要因とかねよく言われますけれども、まあそれでもしかしたらピークアウトしてるのかなとか思いながらも、まあ東京が3000ちょい割るぐらいな感じだったんですけどね、お隣の神奈川県が2000、またね真ん中ぐらいで、まあ東京に迫る勢いでね数字が上がっておりましたので、どうかなという感じですね。まあまだまだね、分からないことだらけですけれどもね、まあ粛々とね、やっていくしかないなと、まあ改めてね、思った一日でございました。まあできないことをね、やろうとしてもしょうがないので、まあできることをね、どれができるかね選別して、やると、まあそして、まあ黒字経営をね維持しながら、どうやってね生き残りを図れるかっていうのをね、模索していくしかないかなというのをちょっとね今日はいろいろ考えながらね、一日過ぎましたという感じですね。はい、まあというわけでね、今週もねスタートしましたので、ご予約の方もねお待ちしております。0832321619まで、ご予約の方もねお待ちしております。チャンネル登録の方がね1人増えておりまして、249人となりましてね、再びもう1回リーチという感じでね、毎回250人達成した後に、2ランクダウンで、またね、1人増えて、249人と、ね、なっておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、まあ今月ねまだまだちょっとね本当に涼しいなっていう感じなんですけど、まあ昼間のこの湿度計見ていただいたらあれなんですけどね、お弁当売ってるね時間帯で23度だったんで涼しいんですけれども、まあ湿度がねまあ 90% 超えてたので、まあやっぱり不快なね感じで、まあ気温だけ低くてもやっぱ湿度がね大事だなと、もうちょっとねカラッとしないと、ちょっとねなかなか過ごしやすいね、気温というかね状態にはならないなという感じでございました。はい、でまたね明日から、明日もまたねちょうどお弁当売る時間帯が、また激しいね、雨が降るみたいな予報なので、明日何個作ろうかなというのはまたちょっと頭のね痛いところでございます。はい、で、またね今週、週末手前ぐらいですかね、
芦屋の天気予報では、まだ雨がね続くみたいですけれども、まあ、その後はねまた暑くなるみたいな感じなのでね、まあ、この結構ね寒暖差が激しいので、先週もね、まあ、座敷でくたばってたら意外と寒かったみたいでですね、久しぶりにね凍えて、体が冷え切っておりましたので、まあ、体調崩さないようにね、まあ、こうやってねデルタ株もねコロナもね蔓延しておりますのでね、まあ、体調管理だけはね、気をつけて、まあ、改めて本当にね健康が、ね、大事だなっていうのをね、思い知らされたね一日でございましたということで、ご視聴ありがとうございました。終わります。